先ほどご覧いただいたですね、これ船舶の位置情報をリアルタイムで示すインターネットサイトなんですが、ここを見るとですね、今相模湾のところにですね、実は一隻船がこう見ることができて、それはですね、韓国が独自制裁で北朝鮮をめぐる問題で入港禁止している船なんですね、この辺りを先ほどからこうずっと動いていて、この後どういう行動を取るかはっきりしないんですが、あくまでもちろん韓国が入港禁止しているもので、今何を積んでいるか、どんな動きをこれまでしたかは、よく分かってはいないと。ただこういう船が日本に今たくさんこうさっきも見てきたように出入りをしているというのは豊田さんの取材でも明らかになっているというのが現状なわけですが、じゃあ日本どうすればいいのかというのを議論していきますが、パックンはどうですか、日本の動き見て。やっぱり一番頭のベンツの話によく似てるなと思いますよね。あの船はどこに行ったか、どこから来たのか、どこに行くのかとか全部把握するのめちゃくちゃ難しいですよね。だから本当に一番やりやすい、手段は、朝鮮半島海上封鎖して出入りする船を全部 そこで取り締まることじゃないかなと思うんですけど、それはやっぱり無理かなとも思うんです。また去年の、北朝鮮の貿易高、これ韓国政府発表で信憑性はお任せしますけど、半減していると、前年に比べて 49% もダウンしているから十分経済制裁は効いていると、これ以上厳しく取り締まる必要がないと各国の政府が判断している可能性もあると思うんです。でもまた素人目線で一つ言わせてもらいますと、例えば個人輸入で、どこから外国から靴一足を注文したとしても、トラッキング番号、追跡番号がついてくるんじゃないですか。でパッと調べると、そのバーコードで全部管理されて、どこを出発して今どこで待ってるのか、あと何日で着くのか分かるんじゃないですか。それを各国の船につければいいんじゃないかと、それだけの話じゃないかというふうにも、素人目線としても思うんですよね。ダメなんですかね。そこはどうですか。ついてます。ついてます。ついてる。でもだから今見たの船が分かるわけですね。そうです。どこにいるか何がということですね。ただ時々こういうシグナルを出してですね、ってそれを切るんです。でそしてその間にいろいろと北朝鮮の船舶とせぞれをする。だこの瞬間を捉えているのが自衛隊とかアメリカ軍の偵察衛星。だから切っちゃいけないルールになってないですか。そうしてはならないとなってますけども、そこから取り締まればいいんじゃないですか。そうだと思いますけど、そしたら数万隻になるでしょうね。多すぎてと。多すぎて話になるんですよ。数万隻って今ビッグデータの時代ですから、そこまですごい話じゃないんじゃないかなと、そういうことを取り入れてないということですね、まだ制裁レジームは。でも古川さんどうなんでしょう、官邸の意思、今の政権はやりたくないようだと。これ役所の中でもですね、先ほどもう海保の人たちはもうでき法律あるからできないんだと言ってる。でもやりたい人たちもいるんですか、ちゃんとこれきちんとやりたいという役所の人たちもいるんでしょうか。そういう方々の方が多いと思います。多いですか、そっちの方が。ですからやっぱりそういうのをしっかりと政治がサポートしなかった、これは非常に大きな責任だと思います。なるほど。じゃあ外務省どうか分かりませんが、いろんな役所の中でもちゃんとやるべきだという人はいるわけですね、日本確認ですが。外務省の中にもいると私は信じてますけれども。じゃあ議論してきて分かったように、あとは政治の意思であると、政治がきちんとやるということを決めて法制化に動き出せば、できるということなんでしょう。